レイです。アリアです。ヒナです。セリです。ピンク。ラテ。ティー。ビー。始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画はサビ早歌いゲームでーす。イエーイ。サビ早歌いゲームとは、まずのどたんさんが曲の名前を言ってくれるので、そのサビを挙手制で早く言えた方が勝ちです。でちゃんとワンフレーズぐらい歌えたらポイントがもらえます。でポイントが多かった人が勝ちです。ポイントがあるね、もう0ポイントとか一番低かった人が、ちょっと罰ゲームがあるそうなので、皆さんちょっと頑張りましょう。はい、それではせーの、どうぞ。いきまーす。1問目、グレンゲ。グレンゲ、あ、待って、ちょっとだけホーラが出てきた。ちょっと待って、ホーラじゃない。はい、あ、セリ。どうしたって消せない夢も。合ってる。合ってる。大丈夫です。イエーイ。すごい。最初に出だししか言ってない。だから、泥だらけの。あ、わかる。そのとおりみたいな。じゃあ次いきます。第2問目。マリーゴールド。マリーゴールド。メイかな。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。すごい。すごい。次いくね。第3問目。夜にかける。はい、ユナかな。はい。騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を。正解。イエーイ。すごい。ユナも1ポイント。じゃあ次。香水。アリア。別に嫌い。ああ。ないけど。横にいる。かわいい。かわいいんです。正解。よかった。よかった。すごい。みんな1ポイント。ドールチェしか分からなかったドールチェしか分からなかった。次、ひまわりの約束。アリア。ひまわりの約束。マスクじゃなそうな優しさ。やっぱこれはドラえもんのスタンドバー。そうだね。これはちょっと分かる。そうだね、やっぱりそれはそうだね。1ポイント。次、栄光の架け橋。はい、いくつも。おー、すごい。指を越えてですよね。じゃあ次、残酷な天使のテーゼ。あー、リアかな。残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び出す。合ってる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 。最初すごい。3月9日。アリア。あ、ヒセヨスペシャル。ドゥルドゥ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 ドサビだったらかわかんないけど、いきます。明日、今日よりも好きになれる。あ、違うか、違うか。あー、違う。はい、メイ。二人寄り添って。あー、すごい。二人寄り添って。正解、やった。最初だった、ゆなちゃんのやつ。最初だったね、ゆな。欲しい、出だしだった。出だし思い出すよ。出だしね、じゃあ最初。じゃあ、次、シンデレラガール。アリア。君はシンデレラ、my precious one。 次、 USA。 はい。カーモンベイビーアメリカ。正解。やったー。もう頑張ろう。いきまーす。 TT カッコジャパニーズバージョン。セリカム。 TT just like TT。 あー、
イエーイ正解おいきます。ドライフラワーゆな、はい、声も顔も不器用なバカも正解。もう一度もう一度いいよ負けたい罰ゲームやだそうだねそうだ何も罰ゲームだからね。いきます。確実アリア。あ、なんだっけ、ちょっと待って。あ、でも今の僕には何ができる。違うよ、マイナス1かな。次の早かった、じゃあユナ。はい、マスター。やばいよ、やばい。1位から始めようか。正解、マッサラだ。マッサラだ、マッサラだ、マッサラ。じゃあ次、来いユナ。夢の中にあるやばい、あ、正解。これが最後の曲になります。レモン、かっこ米津玄師。あ、セリフ。あ、もう、わからないです。4、あ、アリア。意外、レモンの曲。メイ、あの日の曲。あ、趣味最悪、そこか。趣味最悪、正解。わ、すごい、終了。いや、すごい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 。1位から言うね。最下位が罰ゲームね。1位の人がメイ、5点。すごい。はい、じゃあちょっとあーないですね。で、次がね、同点で2人いて、1人目、アリア。イエーイ。で、ユナとセリ、どっちかが。お、ユナさん。チップ全然答えない。いや。じゃあ、3位、3位の人がユナ。あー、よかった。最下位で1点かな。で、次の罰ゲームしてもらいます。カメラに向かってなんかやれる系がいいかな。胸キュン、胸キュン、え、なんか胸キュンのセリフを言うってことですか。カメラが男の子だと思って、上目遣いしてね、好きなの。誰誰行くって行くの。セリの胸キュン告白まで3、2、1。ケンタくん大好きだよ。可愛い。可愛い。最高だね。はい、終わりました。で、面白かったね。なんか意外と普段ではなんかすぐに思い出せるの。なんかゲームさ、ね、急に思い出せなかったり。最初出だししか思い出せなくてめっちゃね、やばかった。でこれでみんなでねやったらすごい面白いのでみんなもやってみてください。あ、めいちゃんはどうだった？なんか K-POP とかはあまり聞かないからよくわかんなかったないのが多かったんですけど、よくちょっと流行ってた曲とかは結構、でも出だし思い出しちゃってなかなかサビ思い出すに時間かかったけど、でもめいちゃん答えすごい、ちーちゃんがすごい、私なんか手挙げた瞬間忘れちゃったみたいな。あるあるだね、あるあるだ。すごい楽しかったので皆さんも行ってみてください。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。